はトゥルー、あなたは信じる、千葉大転がる多選手紹介でどうも空気でーす、アンバサダーのゾイです。まあ世の中神秘的なことってまあたくさんありますよねということで、はい、ダイヤモンドダストとかですかね。どういうことですか、どういうこと、急にダイヤモンドダストどういうことですか。いやいや、なんか神秘的な風景やなと思いまして。あ、まあ自然現象ね、はい、まあ僕たちね自然現象ではないんですけども、はい、今月末までにチャンネル登録者数30万人を目指しておりますので、そちらポチッと登録の方お願いします、はい、神秘的スコア30万ということでよろしくお願いします。神秘的スコアお願いします。皆さんこちらご覧ください。これ何に見えますか。三角の山ですかね。いやいや、もうボケとしても不正解ちゃうか。これまあピラミッドですよね、はい、ピラミッドというのは神秘的な場所としてめちゃくちゃ有名な場所です、まあ、謎大きい場所ですね。そう、謎大きい場所がゆえにアニメやゲーム映画でもたびたび出てくるわけですし、はいはい、僕の好きなもうトリコでもね、はい、グルメピラミッドっていうね、なんとその砂漠の中に埋まってるピラミッドが出てくるんですけども、見えてない部分まで神秘が広まっていくわけです。確かにね。そう、でもね、この実はこのピラミッド作り方について学者たちが様々な研究をしてるわけですよ、はいはい、ピラミッドの作り方を決定づけるような明確な証拠って少なくって、そうだね、完全な答えってまだ出てないんだって。うん、今この科学技術を発達したような世の中でもね、どうやって作ったか分からへんってすごくない。そう、だから超巨大な大パーツみたいなもんですよね。そう、そんなピラミッドの他にも数千年前に作られたにもかかわらず、うん、現代の科学技術をもってしても建造された目的や作者が不明なもの、謎の遺跡っていうのは世界にたくさんありますよと。今回は未だに解明されてないミステリーに包まれた世界の遺産について紹介していこうと思います。なるほど、はい、古代ミステリー界ですね。はい、そうです、はい、こちらの画像をご覧ください。世界最古の遺跡と言われてるギョペクリテペ遺跡ですね。あ、知らんかった。知らんかった。有名っすよ。この遺跡は1983年に発見された。最近やね。実はこの遺跡っては何のためにどのようにして作られたのかがもう不明ということで、ミステリアスな遺跡というふうに言われております、はいはいはい、放射性炭素年代測定による調査の結果、はい、地球上で最古の高度な文明であるというふうに言われてたメソポタミア文明、わかりますか。ここが高度やったわけじゃないのよね。あ、ちょっとあの黙っといてくれる。はい、すいません、はい、7000年も古い文明の遺跡であるということ。そんな大昔から。そう、えぐっこない。お、遺跡は直径 300m あり、東京ドーム2つ分でかい大きさなんですね。この遺跡を人手で作るとしたらとてつもない労力がかかるというふうに言われていて、一つね、柱を立てるだけでも最低でも500人以上の大人が必要とされてる。とんでもないな。この石柱は 6m 以上の大きさ、重さはなんと約20トンあるそうで、そんな石柱がなんと200本以上あるんですよ。やばいっすよね。で、これほどまでに大掛かりな遺跡を作るためには最低でも5万人は必要であると、いないと作業するのにはもう不可能だという学者さんもいるそうで、こういった大規模な遺跡というのは基本的に遺跡の周りに遺跡を作る人たちが住む村の跡があったりするんです。まあ言ったらオリンピックの時にはもう選手村があります。そうですね、当たり前じゃないですか。何ですって。人々が生活してたの痕跡が一切ないんですよ。遺跡が完成した直後に移住をしたのだとしても、少なくとも遺跡を作り上げるまでには近くで生活をしないと、そう、ね、数万人で作り上げることはまあ難しいわけですよね。このようなことから周りに人が住んでいない状況で作るのは難しい。もしかしたら宇宙人の力によって作られたものではないのか。じゃあ出社 UFO やったんかな。え、どういうことですか。で、こう UFO でこうやって運ばれて、うん、はい、で、はい、終わりましたね。今日もじゃあみんな集まってください。はい、光でヒューンってやって、はい、お疲れ様でしたみたいな。え、なんか派遣に来てますか。だからそういう派遣のバス乗るみたいな感じちゃうかなと。なるほど、なるほど。そう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 。まあそういう説があるということで。で、二つ目ね。地球外生命体情報クババによる。実際に遺跡の中で女性の姿が描かれている遺跡が発見されています。その女性は当時この地域で崇拝されていたと言われる女王クババというふうにですって。そしてこの女王クババが地球外から来たとされているというふうに言われてるんですけど、クババそうなんです。証拠があるんですよ。新約聖書に書かれています聖なる都エルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神の元を出て天から下ってくるのを見た。都は四角形でその長さと幅は同じである。彼がその計り竿で都を測ると約 2200km であった。長さと幅と高さはいずれも同じである。つまり要約しますと、地球外から高さ全長幅全てが 2200km もの巨大な立方体から女王クババが舞い降りたというふうな記述なんですね。どれぐらいでかいんや。 2200km って言ったら日本列島を丸ごと覆い尽くしてしまうぐらいなんで、それすごいな。その立方体が降りてきたらえぐいでしょ。それは世界の終わりやな。もし本当にこんな巨大なものが来て何かが降りてきたら地球外生命体以外も何者でもないでしょ。そうね、そんなクババが人間に対して知恵を授けた
ため、古代の人々はクババを崇拝するための宗教施設みたいな感じかな。ヨペクリテペ遺跡を作ったのかもしれません。ああ、じゃあこの辺の人たちにクババーとか言ったらもう怒られるんやろね。何クババババどこの？クババーみたいな。なんかユーバーバーみたいな。さらに宗教施設だと思われるのにはまた証拠があって、ギョペクリテペ3つの頭蓋骨の破片が発見されてるんですけども、その頭蓋骨には死後に火打ち石で溝を掘るといった恐ろしい痕跡がありました。何そんなのするんや。ちょっと見てこれ、傷が確かにあるでしょ。ある。それが意味するものは、ギョペクリテペでは世界最古の頭蓋崇拝が行われていた。なんだそれは。で、他にも人の形を模した石像には頭部や口が意図的に作られていないため、はあ、もしかすると人間を神への生贄に捧げると、生贄の信仰もあったんじゃないのっていうことを言われてるんだって。なるほどね、はい、さらにもしかしてこれがクババなのと思われる石像も見つかってます。それがこちらです。おう、無反応やめてくれるかな。いや、なんか想像はしてて、なんか別にババアっぽくもないし、まあまあ石像なんだよね。そう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 、はい、なんかあ、そういう感じみたいな。まあこのね、石像はウルファっていう場所で見つかったから、うん、ウルファマンというふうに言われてるんですよ。で、そのウルファマンにはなぜか口がないんだよね。ほんまやね。はい。で、他に見つかった動物の彫刻には口が全て彫られているわけですよ。へー。そう、でもなぜかウルファマンだけにはないんですよね。だから特別な意味があるんじゃないのっていうふうに言われてるんですね。あんまり喋らんかったから無口やからね、うん、これちょっと諸説あるんでちょっと最後に説明しますわ。はいはいはい。でもさらにはね、黒曜石が目にはめられてるんですよ。で、他の石像とは明らかに違う雰囲気から、ウルファマンこそが女王クババなんじゃないかっていう風に言われてる。なるほど、はい、つまり宇宙人をモチーフとした石像なのではという風に考えられてると。なるほどなるほど。でね、まあ先ほどその口がない問題あったやんか、まあ、みんなが思い浮かべる宇宙人ってどんなんかな。それはグレーじゃないますか。グレーだよね、うん、じゃあグレーの写真、まあ適当なやつ出すけども、ちょっと見てよこれ、うん、一般的なグレーの宇宙人ですか。そうっすね。口どうですか。ないわ。そう、もちろんあるタイプはあるんだけど、ほとんどのグレーのイラストって口ないんですよね、実は。確かに。で、これそもそもやりすぎ都市伝説でもちょっと一瞬紹介されたことがあるの僕覚えてるんやけども、まあ人間もね、よく東亜君が面白がっていうムーンショット計画あるやんか。人間が機械の体になっていって精神が統一されていくみたいなやつで、だったら会話いらんでしょ。まあね。だから口いらないって意味らしい。だから当時の人もテレパシーみたいなもので会話したんじゃないのっていうふうに。だから宇宙人説みたいなこともなんか言われたりするそうですよ。おー、なるほどなるほど、はい、で、じゃあね、このウルファマンにはなんとね、イースター島からよね、モアイ像の共通点あったんですよ。モアイ像と、はい、奇妙な2つの石像の共通点。モアイ像も謎に満ちた有名な遺跡なんですけども。いや、なんなんやろね、ほんまに。ほんま謎やな。そんなモアイ像の目にもウルファマンの目に使用されている黒曜石が同じようにはめ込まれてるんですよね。知らんかったね。それだけではなくて、彫られている手のデザインがそっくりなんですよ。まあモアイ像ってね、地中から首しか出ないんですけど、はい、掘り起こしていったらちゃんと胴体もありますと。へえ。え、知らんかった。そうなんや。そうなんですよ。で、この手見て、ほら、これとこれ。確かに同じ感じする。はい。作ったとされる時代も数千年違いということで、うん、場所も1万6000キロメートル以上も離れていて。さらにイースター島には陸から大きく離れた孤島であるなどといったモアイ像とウルファマンの奇妙な共通点もあるよーという。掘ってたら繋がってんじゃん。マジで。え、多分そう。分からんけど、未だに解明されてないんですよ。で、さらにモアイ像もおよそ西暦400年から1700年の間に建造されたというふうに言われているので、いつ作られたのか完全にはまだ分かってないんですよ。そう、大きさもかなりのもので、最大のものは高さ10メートル、重さなんと82トン。めっちゃ重いな。それがなんと900体も存在してるのかな。デザインから大きさ、そして年代が分からない謎も含めて、ヨペクリテペの遺跡と共通点が多く、モアイ像も地球外の技術によって作られたのではないかというふうに言われる。なるほど。イースター島に潜む謎の石像、モアイ像。じゃあモアイ像についてちょっと深掘りしますか。はいはい。そんなモアイ像は作られた理由、まあ諸説あるんですけども、うんうん、一般的には集落の守り神として作られたそうなんですよね。しかし土台から人骨が発見されたことから、先祖を祀るために作られたお墓なんじゃないかっていう説もあるんですよ。なるほどね。でもね、人死ぬたびにあんなでっかいやつ作ったな、大変よ。まあ確かに ね。さらにモアイ像には座った姿勢のモアイ像も発見されてること、知ってました？へー。こちら座ってるね。めっちゃ座ってるね。これはね、スクツリというふうに言われてるそうで、研究者によると、この姿は祭りの時に人々が取っていたとされる姿勢と非常に似てるんだということなんですよね。このつくすりは他のモアイ像と比べて若干サイズがちっちゃいそうなんですけども、プナプアと言われる珍しい赤色の石で作られていることが分かっていて、現地の祭りでの最古の歌い手を表していて、非常に特別な存在であることが伺えます。
特別感だよな。さらに気になるのがその巨大で900体もあるモアイ像をどうやってね、もう島のあちこちに配置することができたのでしょうっていうことだね。ワンピースでいうところのポーネグリフみたいなもんで、運ぶのはねもちろんジンベイとかも運んでたから、まあ、ちょっと力のある人だって運べるの分かんないけど、80トンとかあるやつをそんな簡単に運べます、まあ、人じゃ無理よね。それもなんかそういうふうに言われたりするんだけども、1980年代には実際にちょっとじゃあモアイ像を作って実験してみようと、その時代に存在した道具だけを使ってモアイ像を運ぶ実験っていうのが行われています。こちら見てください。はい、数々の実験の結果、モアイ像の頭部に縄を巻いて左右に振りながらモアイ像をちょっとずつ前に歩かせる。それでも相当な人数が引っ張ってるけどね。そうでしょう。まあこれで成功したんだけども、ただしねこれね、あくまでも平らな地面に限っての実験なんですよ。ああなるほどね。移動させた距離もわずか 100m ほどのもので、実際の石切り場から同じ方法で運ぶとなるとちょっとやっぱ無理があるじゃん。ああ、はいはいはい。しかもヨーロッパ人が初めてイースター島を訪れたのって実は1722年、現地人は当時ね1500人から3000人ぐらいだったよ。ごく少数の部族であることがちゃんと調査されていて、こんな少人数ではやはりモアイ像を歩かせて運ぶ方法はちょっと非現実的なんじゃないか。でそこで当時の人口を特定する新たな研究が行われた結果、驚きの事実が発見されました。なんとイースター島には全席1万7500人もの人数が暮らしていたんです。確かにこれだけの人数がいれば大量にモアイ像が作れて運べたのも納得できますよね。なるほどね。しかし気になるのはそれだけの人数がなぜ消えてしまったんです。確かにね、はい、当初モアイ像を運ぶための木材とかね、場所を確保するために森の木々を伐採しちゃって、はい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 、いたら石とかをねなんか木々の上に乗せて丸太でこう運んだりとかあったでしょうか。で得られる職業が減ってしまったんじゃないのって言ったら木の実とかで飢餓が続いちゃって、うんうん、まあ、そこから争いとか共食いとかもなんかあったりして、で人口が減ってしまったんじゃないかとも言われている。なるほどね。そう。しかし近年ではその考えは否定されており、はあ、現在で有力視されている人口削減の原因はとても恐ろしいことなんです。なんですか？実はヨーロッパ人が訪れた際、1515年から19世紀半ばに横行していた奴隷狩りが被害が及んだのではないか。なるほど。そう。奴隷狩りによって住民が大量に連れ去られてしまって、また奴隷狩りのために上陸した人間が島にはなかった疫病などを持ち込んだ結果、現地人はちょっと絶滅しちゃったんじゃないのみたいな。なるほど。も言われているということですよ。謎に満ちたモアイ像、うん、そして共通点の多いギョペクリテペ遺跡、まだまだ地球上には解明されてない謎がたくさんありますが、そう、ね、もし仮に全ての謎を解き明かした時、我々人類は何を見ることになるんでしょうか。なるほど。はい、というのが今日の説でございました。もしかしたらモアイ像を作ってた現地人一人一人がめちゃくちゃパワーを持っとったんかもしれないけどね。え、何その巨人族とか。そうそう、圧倒的な力を持っとったみたいな。なんで？なんで？そのモアイ像を作っていくことによって遺伝子が鍛えられたんや。じゃあ1世代目が作りました。じゃあ2世代目はモアイ像をもっと効率的に作るために、もう最初から筋肉モリモリで生まれてくるみたいな。ああ、じゃあその進化してる。そうそう、実際そのほら僕らがよく言っとったマレーシアのマッサージ屋のさ、マンさんもさ、誰が分かんの？手がすごい変形したりしとって、マッサージだこってあるんですよね。そうそうそう、そういう感じでしたね。どういう感じやねん。いやでも遺跡はさ、僕たち2人とも好きだから、コロナ開けたら絶対行きたいって言ってんやんか、うん、どこ行くって言うの？マチュピチュ行くって言ったよね、うんうん、イースター島も行きたいですね。行きたいわ、生で見たいよね。はい、まあ、渋谷でも見れますけどね。見れるね、確かね、うん、うん、ちっちゃいけどね。それでは本日の鳥肌スコアは、まあ、5000年ということでね。ん、うん、何の話したの。5000年ぐらい前からモアイ像があるんでしたっけ。モアイ像500年ぐらい前に。全然覚えてへん、今日の内容。興味あった、今日1600、織田信長ぐらいの時代にできないで、モアイ像って。何言うの、はい、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあ、モアイ像ということで、はい、で本日の鳥肌ポイントは、はい、まあ、モアイでしたね。1100やろ。いやいや、あるんですよ、スマップにモアイって曲。歌ってもんですか。イースターに行きたいな、モアイを見たいな。すいませんでした、スマップファンの皆様。それでは、See you。自然界にて巨大な成長を遂げた動物がいらっしゃるんですよ。コラちゃん。いやほんまにフォトショーちゃうかと思うんやけど大人の男性2人がかりで合計3発を発砲して仕留めた。マジかよ。現実世界にもクラーケン級の巨大なイカが存在します。お、建設現場の作業員が洞窟を遠隔爆破した時に発見されたという。だんだん伸びちゃって、それでもやっぱりしちゃって、アンチーコ